中国語。中国語は、シナチベット語族に属する言語。中華人民共和国、中華民国、シンガポールの公用語であるほか、世界各国にいる家僑、家人たちの間で話されている。中国語を母語とする人は、約12億人、第二言語としても、約2億人が使用していると言われており、世界最大の母語は写人庫を有する。国際連合における、公用語の一つ。 中華人民共和国、中国や中華民国、台湾では主に中文と呼ぶ。多民族、多言語国家である中国の言語という点で、少数民族の言語も中国語と言えなくもないことか、漢族の言語という意味で、この言語を漢語と呼ぶことがあり、学術的な用語としてもよく使われる。他に、現地で、過後、中国話などともいう呼び方もあり、日本では、 昭和前半頃まで主に、品語と呼ばれた。中国語のうち、特に標準語を指して、国語、台湾、普通話、中国などということもある。詳細は歴史及び、各項目を参照。なお、一般的に、中国語では、文字のある言語といい、例、ドイツ語、明確に定めた文字のない言語、方言があるいは口語、会話のことを指すときには、 話という、例、上海話。語は前述の両方に使われる、例、敏南語。ちなみに、現代の中国語では、日本語について、または語の両表記を用いている。中国語の特徴、ことにその美しさについて、一般的に言われることは、漢文からの簡潔さということである。簡潔さの例として、まず、中国語では、時制が省略される。 ゆえに現在か未来か過去かは、読者の判断に委ねられる。また句と句、語と語の間の関係が、条件と結果であるとき、順説であるとき、逆説であるとき、いずれも概ね語順によってのみ示され、これも読者の判断に任される。ゆえに中国語の文法は簡単であるが、常識によって理解されるという特徴がある。さらに序字、しかも、これ、 この円の類も省略される。中国語には除字を添加してもしなくても文章が成立するという性質がある。よって、これを日本語に訓読する場合は、手にをはう添加する必要がある。このような簡潔を追求した原因は、その表記法として漢字が用いられたことにある。その表意文字である漢字のみを使用する中国では、口頭の語としては発生し存在しても、 それを表記すべき漢字がまだ用意されていないということが起こりうる。現在の中国では口語をそのまま表記する方法はほぼ完備されているが、古代では多くの語が表記すべき漢字を持たない語があった。したがって、古代の記載法は漢字として表記できる語だけを口語の中から抜き出して書くという方法を取った。中国語にはそれを許容する性質がある。このようにして、 文章語が交互よりもより簡潔な形であると意識されたとき、文章語は意識的に簡潔な上にも簡潔な方向へと自らを練り上げていった。論語の文章はすでにその段階にあり、当時の口語とは相当の違いがあったと推察される。一方、中国語はリズムに敏感な詩のような性質を常に保持し、そのリズムの基礎は四軸が中心になっていることが多い。 こうしたリズムの蘇生のために助字がしばしば作用する。助字はあってもなくても良い語であるという性質を利用して簡潔とは逆行するが助字を添加することによってリズムを完成させ文章を完成させる。よってこのようなリズムの充足のために添えられた助字ははっきりした意味を追求しにくいことがよくある。またこの四軸などはしばしば追求的な習字となる。 つまり同じ文法的条件の語を同じ場所に置く繰り返しのリズムである。この追句は中国語の性質から成立しやすいものであり、その方がが老子をはじめとする古代の文章にしばしば見える。これがやがて立志を生み、唐から宋までの中世の微分、十六弁礼文を生んだ。紀元前15世紀頃から3世紀頃、中古音4世紀頃を引く壮代。 金婚、現代、秋代、新代。1895年の日清戦争後に、西欧の事物、概念を表す語を中心に、和声看護の中国語への流入が始まり、1898年に、両慶長が横浜市で審議法を発刊したことによってそれが本格化した。1905年の中国同盟会結成頃から、優秀な学生が、 日本の早稲田大学などへ留学し、すでに日本語化され定着した和製看護などの西洋概念に触れ、日本の国語の影響を強く受けた。この新看護の大量流入は1919 19年頃までに最盛期を迎え、その後も第二次世界大戦終了までは徐々に数量を減じながらも継続していた。一方、新潮末期になると、 中国でも標準語制定の動きが高まり、1904年には初等、中等教育において緩和学習が義務化された。この頃までは緩和という言葉は将来制定されるべき、標準語の意味も含んでいたが、1910年には標準語という意味で国語という呼称が用いられるようになり、以後緩和は北京を中心とした方言を、国語は 標準語を指すようになった。台湾ではその名が今でも受け継がれている。1911年には新国政府によって標準語としての国語統一を目指す法案が決定された。同年起こった辛亥革命によってこの動きは一時中断したものの、新たに成立した中華民国政府は中国語の統一を重視し、国語統一の動きは引き続き進められた。 中華民国における国語制定においてはまず発音の統一が重視されたが、この発音については北京方言を用いるか各地の方言を設置した新しい発音を用いるかの論争が起こり、最終的に1924年に北京方言を主に用いることと定められた。1917年には陳独州の発行する雑誌新青年市場において、 古的を中心として書き言葉を文語体、文言文から口語体へ変えようとする動き、白話運動が広がり文学革命が起こった。路人の阿久聖伝などがこの運動の中で生み出された。1919年、民国八年、北京大学教授の宣言堂は雑誌に寄稿して文字改革を訴えて漢字の廃止を主張し、新聞化運動の中心人物となった。 第二次世界大戦後、1949年に中国大陸に成立した中国共産党による中華人民共和国においても、標準語の制定と言語統一は引き続き追求された。ただし発音的には、国語がすでに確立され、中華民国統治期にすでに全国に普及していたため、基本的にこれを踏襲する姿勢を取った。ただし、 国語は日本語からの借用語であったため、広し通話と名を改めることとした。これに対し、台湾へと逃れた中華民国政府は引き続き、国語という用語を使用し続けた。中華人民共和国政府は発音の面では、中華民国政府の政策を踏襲したが、文字の面では大規模な改革に踏み切り、聖書法として、従来の漢字を簡略化した。 反対字が1956年に採用された。また、言語の統制機関として1954年に中国文字改革委員会が設置され、1985年には国家語源文字工作委員会と解消された。人民の意思疎通を容易にするため、中国では中央政府の標準語政策により、北方語の発音、語彙と近代口語小説の文法をもとに作られた。 広市通話が教育や放送で取り入れられ、標準語、共通語とされている。一般的に全人口の7割程度が普通話を理解すると言われ、方言話者の若い世代は普通話とのバイリンガルとなっていることが多い。2015年には中国国民のおよそ73%が普通話を使用することができ。 2000年の53%から大幅に増加したことが報じられた。台湾においても日本の敗戦後に死政権を握った中華民国政府が国語、広し通話とほぼ同一で相互理解は可能だが音声と語彙に際があるによる義務教育を行ってきたが現在では台湾語、発火語、原住民諸語の学習時間も設けられている。中国では文章語は 古代より統一されていたが、交後は各地方ごとに異なり、同じく漢字の発音も各方言ごとに異なっていた。同文異音と呼ばれる、この状況は古代からの課題であり、幾度か是正が試みられてきたものの、本格的に共通語の樹立が試みられるようになったのは、新末以降のことである。新国末から中華民国初期、20世紀初頭に、 教育のために言語統一案が検討され、新国で一旦は決定されたが、1911年10月に発生した侵害革命の武将危機より中止となる。しかし、中華民国政府はこの方針を継承し発展させ、1920年代には現在の普通話と非常に近い国語が確立された。中華人民共和国成立後、国語は普通話と解消され、 1955年以降から公的な統一言語化の動きとなり、翌年に新たな簡略化した漢字表記、艦隊アザを公表。同政策は教育機関や中国人民解放軍など軍隊で導入、推奨され、文化大革命期には一時普及が停滞したものの、文革の終焉とともに再び積極的な普及策が取られるようになり、 1982年11月に公式に普通話の普及が中華人民共和国憲法19条において規定された。普通話の制定以来、特に普通話との差異の大きい南方諸方こと地域やそもそも中国語系の言語を使用していない少数民族地域において普通話は積極的に普及が図られてきた。少数民族地域においては 建国当初は諸民族言語における文字の創生と、それによる教育が規定され広市通話教育の規定はなかったものが、1980年代以降は民族言語の他に中国語、広市通話の教育が見つけられるようになった。南方諸法庫と地域、特に普通話との際の大きい語を主に使用する福建省や越後を主に使用する広東省などでは、 両商政府によって広し通話普及が重視された。こうした普及政策や何よりもテレビなどのマスメディアでは主に普通話が使用されることなどから各地で普通話の普及は進み、上記の復権省でも普及度は1996年の時点でかなり高くなっている。それに対し経済力が高くマスメディアも独自のものを持っている。 関東省での普通話普及率は、福建省に比べ1996年の時点では、やや低くなっていた。中国には多くの方言がある。例えば、北京語、北方語の一つと杭州語、関東語、越語の一つと上海語、東部に分布するクレ語の一つでは、発音、語位ともに大きく異なるだけでなく、文法にも違いがあり、 普通話しか話せないものは、関東語などの方言を聞いてもほとんど理解できないため、別の言語とする見方もある。しかし、文章語は共通しているため書かれた文の読解は容易であり、また、各地方語はあくまでも中国語群には属していて、対応関係が明確であるため、普通話を標準語として上位に置き、各地方語は方言と呼ばれることが一般的である。 方言区分は議論のあるところであり、いくつに分けるか学者によって異なっている。二分類では、湖南正位等では長いが、南北の東湖線とほぼ等しく、南通、鎮行などは例外、これより、北と西の内陸部が、北方後、及び、進む後、これより、南が、南方諸方こと地域に分類することができる。諸方言は、中国祖母をもとに、 大書語などの南方書語やモンゴル語、満州語など北のある大書語の発音、語彙、文法など特徴を取り込みながら文化したと考えられている。その特徴として、成長を持ち、孤立語で単音節言語であることが挙げられる、コロンビア・ユニバーシティ・プレス、2004が、現代北方語、普通話を含むは、現代以降、かなりの程度アルタイ化したため必ずしも、孤立語的、 単音説的ではない。以下の方言は、独立した大型古徳とすべきとの議論がある。オーストラリア人文アカデミーと中国社会科学院がまとめた中国言語アトラス、ザ・ランゲージ、アトラス・オブ・チャイナはこの立場で編纂されている。エセナラグは、漢語を14に分類している。シル・インターナショナル、2004? キルギスのドンガン語は、キリル文字を用いて表記し、 ロシア語やキルギス語などからの借用語が多く、使用国も異なるため、独立言語とし、平和を除いた旧方言にドンガン語を加えたものである。この場合、語は、北語、東語、南語、中語、戦語の5つの言語に分けられる。その他、分類が定まっていない、商法言群がある。中国語は、成長言語である。音節の音の工程の違いが、 死因や母音と同じように意味を区別している。これを、成長、トーン、トーンという。例えば、広市通話には、MA という形態素は、形勢も含めて19個もある。松岡、2001。しかし、影表彰、傭平性、上昇、巨彰の4つの成長と形勢があるので、実際には5種の異なる、形態素に分けられる。 中国語の共通文字体系である漢字の歴史は古い。漢字は中国独自の文字で、ラテン文字などのアルファベットと異なり、音節文字であり、表意文字である。漢字は大量かつ複雑な用紙をした部品を持ち、かつ不規則な読み方をし、異体字や類義の字も多いため、習得に長期間を要し、経済的にも効率が悪いといった趣旨の否定的な評価から、 ラテン語字度に移行すべきという意見があった。実際に朝鮮民主主義人民共和国やベトナムでは漢字を廃止した。中国大陸の中華人民共和国では1956年に字覚が少なく読みや構成にも統一性を高めた簡体字が正式採用された。簡体字は中国全土で使用されることが中央政府によって義務化され、シンガポールも中国語、 過去の表記に採用した。これに対して、中華民国、台湾、香港、マカオでは、基本的に、艦隊アザ以前の時代を維持した、反隊アザ、小体アザが使われている。反隊アザ、艦隊時は、それぞれの文化圏での政治的、技術史的な経緯から、コンピュータ処理においては全く互換性のない別の、文字コード、文字 Z 体系。 艦隊アザケンイコールギガバイト2312反対アザケンイコールビッグ号が使用されてきた。艦隊時には複数の艦対時を一時にまとめて整理した形を取ったものがある。たたい一ことから逆に艦隊時から反対時に変換する場合、一ついたの使い分けが必ず、頭髪を、頭髪、乾杯を、乾杯とする類のご変換が 中国大陸のウェブサイトの反対やザバンページなどによく見られる。中国語のローマ字表記には19世紀以来、ウェード・ジャイルズ方式が伝統的に使われてきて、今でも台湾の道路標識、英字新聞に出る個人名称などに使われている。中華人民共和国は1956年に、漢言法案、ピンインという新しいローマ字表記法を制定した。このピンインは、 1977年に国連の第3回地名標準化会議で中国の地名のローマ字表記法として1982年には ISO で中国語のローマ字表記法として採用された。またピンインは外国人、特に欧米人による中国語学習や小学生の漢字学習の助けにもなっている。中華民国、台湾では中音符号と呼ばれる。 発音記号を用いて漢字の読みを示すのが一般的である。2009年には台湾でも漢語音も採用している。語形変化、活用が生じず、語順が意味を解釈する際の重要な決め手となる、孤立語である。孤立的な特徴を持つ言語としては他にベトナム語などがある。基本語順はスボ型である。しかし、現代北方語や文語では、や、による、 目的格表示などがあり、祖母型の文を作ることができ、かつ、膠着後に近づいている。低現代語では、日本語のように動詞の前後や文末に、助詞、助動詞が来る。例えば、量は動詞につくと、アスペクト、完了を表し、文末につくと、モダリティを表す。中国語には自制を表す文法カテゴリーが存在しない。一方でアスペクトは存在し、動詞に、 完了、経験、進行をつけることによって表される。また、核による語形変化がないのが孤立語の特徴である。したがって、中国語でも名詞や形容詞に核の変化は生じない。核は語順によって示される。例一認証単数の認証代名詞、W、中国語は基本的に 単音節言語であるが、現代語は副音節の語彙が増えている。中国語の表記に使う漢字は一音節に一文字が用いられる。例例外的に釈用語など、単音節では意味を持たない語がある。例本来の中国語の語は単音節であるため、たとえ成長で区別をしても、必然的に全く同音の多義語や同音異義語が多くなる。このため、 特に北方語において、目、耳、鼻、などのように、副音節化して、意味を明確にしている、橋本、1981。また、同じような意味の単音節の形態層を並べて、に音節の熟語を形成することがある。例えば、動詞、学ぶは音で、守衛と表記されるが、この同音異義語は語通り、以上あり。 学ぶという意味をはっきりさせるために,に音節の語にして、とすることもできる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。